ジョン・ドレイク・ブリットンは、アメリカ合衆国、テキサス州マクレナン郡、ウェーコ出身のプロ野球選手。左投げ左だ。2017年現在は、独立リーグアトランティックリーグの、ブリッジボートブルーフィッシュに所属。2007年の MLB ドラフト23巡目で、ボストン・レッドソックスから指名され、契約金70万ドルで入団。2008年に A-9。 ローウェル・スピナーズでプロデビューし、8試合に登板して1勝2敗、防御率4.2826奪三振の成績を残した。2009年は A-9 ローウェルとルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・レッドソックスでプレーするも、トミー・ジョン手術を受ける。2010年は A 級グリーンビルドライブでプレーし、21試合に先発登板して2勝3敗。 防御率2.9778奪三振の成績を残した。2011年は a 級セーラムレッドソックスでプレーし26試合に先発登板して1勝13敗、防御率6.9189奪三振の成績を残した。11月には40人枠に入った。2013年3月2日、飲酒運転の疑いで逮捕される。同年七月十四日に、 メジャー初昇格し、同月20日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビュー。2014年3月7日にレッドソックスと1年契約に合意した。2015年1月30日にアレクシー・オガンドの加入に伴いディーフとなった。2015年2月4日にウェーバーでシカゴ・カブスへ移籍したが4月3日に40人枠を 外れる形で参加のトリプル A 級アイオワカブスへ配属された。この年はトリプル A 級アイオワでプレーし28試合に登板して7勝8敗1セーブ防御率5.0833奪三振の成績を残した。オフの11月6日に FA となった。2015年12月11日にデトロイトタイガースとマイナー契約を結んだ。2016年は 参加のトリプル A 級、トレド・マッド・ヘンズでプレーしていたが、8月2日に薬物検査で陽性反応を示したことが判明し、50試合の出場停止処分を受けた。この年は37試合に登板して0勝3敗、防御率4.5717奪三振の成績を残した。オフの11月7日に FA となった。2017年3月14日に、 独立リーグアトランティックリーグのブリッジポートブルーフィッシュと契約。ありがとうございます。